よくも悪くも茨温泉の顔ということで、ダムと露天風呂、これが美人に見えるかどうに見えるかは別問題で、この茨温泉のご挨拶ご案内になってます。言ってることは自然噴出泉ですよということと、1700年の古い歴史があると。キーワードはたたらばだったということです。もののけ姫みたいですね。そう、まさしくもののけ姫の舞台だと思っていただくと。で、あのもののけ姫のたたり神の代わりに半咲きを置き換えていただくと、今日の半咲き祭りの話が全部伝わるようになってます。ですから茨城さんの歴史があるんですけど、もうたびたびの洪水で古いものが全部残ってないんで、こういった伝説とか民話とかで、まあ、最初茨城温泉の歴史の一コマを垣間見ていただけるような仕組みになっています。今回ではその中でもこちらの半咲伝説、昔村人を散々こう食べておった大半咲、これをやっつけるんですけど、名前の由来が半咲っていうぐらいで、あの半分咲いても生きてるような生き物です。そういう意味で刀でついても槍でついても死なないんですよ。で、どうやってやっつけたかというと、勇気ある若者三井彦四郎という人が口の中に飛び込むというか、わざと飲み込まれて、で体に綱をつけて飲み込まれる。で、綱が通ります。お腹を切り裂いてお腹から脱出します。で、綱がずっと口から通ってお腹から出ていくと、その村人と一同でえんやえんやと引っ張って陸上にまず引っ張り上げた。で、もともと川の中の生き物ですから、その陸上に上げると力が弱まる。そこでみんなで寄ってたがって僕にバグり殺したと。で、めでたしめでたしとならなかったと。で、そうしたところを次々とあの畳にあって、村人が死んでいくということになりました。で、毎年8月8日にはお社、あの毎年まず社、お社半咲大明神というお社をこちら作りまして、8月8日にその供養、神主さんとお坊さんと両方来て、最初祝詞をあげて、それからお経を読むという神事仏事の死滅編の祭りをして、漢字で言うと死滅編の祭りをして、その後今度は観光の祭りになっちゃいまして、あの綺麗どころが200人ぐらい踊り子になって、この半咲獲物を引き回すという、それが半咲祭りの起源でございます。今から400年少々昔の話ということです。湯原温泉の歴史、1700年のうちのごく最近の出来事だそうです。近代的な祭りは今年で50回目なんです。そうです、観光の祭りということで、やりだしたのは50回目ということですね。ですから何が出てくるか分かんないという、はい、非常に恐ろしいお祭りになってここはね、ほんまはジオラマを作る予定で今予算化を申請するところなんですけど、湯原温泉の、昔をちょっとしのいでいただくということで、昔の使ってたり道具でありますとか、古い写真、ダムがなかった以外の写真とか、大正の頃ぐらいあったんですけどね、芸者さんがいたんですね。芸者さんが120人、置屋が4軒、各旅館の若旦那が大学を卒業すると置屋に通わされます。日本舞踊を習いやっこさんとか、それこそあの、ね、黒田節とか、ちょっとしたあのあれですね、お客さんの、ずいぶん水位が上がってますね。いやいや、そんなもんね、もうちょっと上がるかな、多い時ね。今これぐらいじゃないですかね。え、あれダムの上ではない？じゃないです。あ、じゃないですか。手前の、これは一番古い書籍で、湯原温泉記という
年ほど前の書籍に載ってたあれですね、ルバラ温泉の部分を確認していますね。ああ、これを作ってから実物を作ったりですね。そうです、そうです。これを作ったのは平成からですか。そう、平成ですね。平成4年って書いてます。はい。それまではこういう出汁ではなくて竹で作ってました。竹で同じようにこういう。そうです。そのやっぱり劣化しちゃうから、ああいう FRP。 そうです、毎年作り直しをしてたんです。毎年。あ、その時代のあれも見てみたいですね。出汁もね。でだからそれを蘇らす、現代に蘇らしたのが今回のあの花子と太郎ねぶた。あ、ねぶたね。はい。あ、竹で、はい、もう一回。いや今回針金で。針金と木材と鉄器ですけど。で、中から照明を当てたというのが今年のスタイル。で、こちらになりますと、もう別に皆さん方には珍しくないかもしれない。全国の温泉の資料が、もうよっぱい。カメラに目が行きますね。特にレンズに。あの、全国の温泉の資料が一度に載っております。鳴子温泉もあれば、黒川温泉も、別府温泉も、草津も、すべての温泉地の歴史がここに来ると天取るように分かるという温泉資料室。これは旅行作家の会の会長の野口冬人先生の木蔵で、実はこの3倍ぐらいまだ本があるんですけど、置き場がなくて。露天風呂番付を作られた方ですね。昭和55年に全国の露天風呂番付、諸国露天風呂番付で載せられて、で、湯原が、はい、決して湯原がスポンサーになったわけでも何でもございません。赤字になっているのが、東は宝川温泉、群馬県の水上温泉港、そして西は我が湯原温泉。こちらはその野口先生の功績をというか、まだ保存名なんですけど、そのうち、伊藤コーナーとか河合コーナーが出てきました。湯原温泉に功績があった方はこうやって名前をどこかに残すという仕掛けでした。あ、じゃあ本を入れるときも憲法でしょ。ニュースリーマーの方が。なぜか。ここら辺でいいですか、ここら辺で。OK です。はい。で、湯原温泉は温泉イコールエゴという捉え方してますので、エコ活動というのをやっていまして、今日皆さん方まだお乗せしておりませんけど、天ぷら油を燃料化して、このようなロンドンタクシー。夏場はエアコンが効かないのでしんどいという。はい。エコだ。天ぷら油。ちなみに、こちらは日本で最初に作られた旅行の案内。書です。一冊言っちゃうとやばいんですけど、100万を超えるものもあります。非常に貴重なものです。今の JTB、 昔の日本交通公社が初めて作った、あの要するにマニュアルですね。予定と費用。おー、いいですね。レアです。予定と費用概算ですよ、なんかこっちと、ね、いかにもでしょ。そう、もっともっと前だ、ね、もっと前そうね、まあ、ルールも JTB やからね。あ、そうですね。なぜか湯原温泉にはそういった資料が全てあるという。で、湯原温泉は掘ってないんですよね。そうです。湯原温泉では掘ったものは温泉とは呼ばないです。ということになりますと、草津も別府温泉も湯原温泉では温泉ではないという恐ろしい話になってしまいます。自然温泉しか、人間に扱ってない。唯一昔バカな町長がボーリングに失敗いたしまして、それから湯が出てしまったんですけど、それは魚の養殖に使っております。という、まあ、自然温泉と
人工温泉という呼び方で呼んでます。掘ったものはすでに人工温泉。米田さんが温泉のことされてますよね。そうですね、今回米田さんありますね。一緒に書かれた。あ、そうですか。ちなみに私は温泉業界の原理主義者、またや温泉業界のタリバンと呼ばれております。面白いでしょ。こちらのお部屋は、ちょっとミニ教室になります。商談を今した。